上空曇り空の中、まもなくゲームがスタートします。横浜スタジアムからお伝えしてまいります。横浜 DeNA ベイスターズ対阪神タイガースのゲームです。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さん、今日はエースが登板です。エースとして求められるピッチングというのはどんなものなんですか？はい、相手打線をとにかくもう牛耳るということで、まあ相手のピッチャーよりも先にマウンドを降りないことですかね。ではそのあたり注目していきます。5回の裏、ベイスターズの攻撃、打席には6番バッター宮崎。先ほどの打席はショートゴロ、併殺打となってしまいました。ベイスターズ得点に動きはありません。0対0で迎える5回の攻撃です。さあ、ゲームは両ピッチャーの好投でまだ得点が入っていません。赤星さん、緊迫したゲーム展開なんですが、こういった時のバッターの心理状態はどんなものなんでしょうか？やはり1点を先にどうやって取るかという意味でも、とにかくどうやって塁に出るか、どのボールを狙うのかを考えていると思いますね。そんなバッティングができる。変化球空振り、ワンアウトです。バッターは7番伊藤。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。西、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。今日の先発ピッチャーはベイスターズがエースの今永、そしてタイガースが西、以上両エースの投げ合いとなっています。バッターランナーは二塁到達、ランナー出塁しました。ワンアウトランナー二塁となりました。さあ、バッターボックスには先発の今永が入ります。ここまでいいピッチングしてるんで、ベンチとしては引っ張りたいですよね。そうですね。さあ、変化球打った、ショートが抑えた、一塁送球、一塁アウト、ツーアウトランナー三塁と変わります。進塁打になりましたね。さあ、このチャンスでバッターボックスには9番の大和が入っています。まずはストライク、膝元へ食い込んでくるように変化球が決まります。ストライクを先行させていきます。追い込みました。外へのスライダー、ここは見極めています。ファウルボールです。ツーボールツーストライクです。一二塁間掴んでスリーアウト、先制は許しませんでした。先制のチャンスがあったベイスターズですが、そのチャンスを生かせませんでした。5回終わって0対0、両チームまだ無得点です。DeNA ベイスターズ、痛い敗戦となってしまいました。赤星さん、残念ながらエース対決を落としてしまったわけですが、この敗戦チームとしては痛いんじゃないですか？そうですね、痛いといえば痛いですが、お互いがエースを立ててのガチンコ勝負でしたからね。また同じ対決があったとしたら、選手たちはリベンジに燃えると思いますね。なるほど、次の戦いにぜひリベンジしてほしいと思います。勝ったタイガース、接戦をものにしました。一方の DeNA ベイスターズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームは DeNA ベイスターズ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで横浜スタジアムから失礼いたします。本日は最後までご観戦くださいまして誠にありがとうございました。お帰りの際にはどちら様も落とし物、お忘れ物などございませんよう、お足元には十分